ちは。おはようございます。どうしましょうか。はい、どうぞお掛けください。ただいまより第10回国際アビリティック金メダリスト内閣総理大臣表彰式を始めます。まずはじめに安倍元厚生労働大臣政務官にご挨拶いたします。本日第10回国際アビリンピックへ参加し見事金メダルを獲得された中川直樹様がお見えになりました。中川直樹様、おめでとうございます。おめでとうございます。大会においては日本選手はこれまで培ってきた技能を遺憾なく発揮し、ここにおられる中川さんをはじめ多くの選手が入賞を果たすことができました。これから総理への大会の報告をいたします。次に日本選手団団長の国立行政法人高齢障害求職者雇用審議会の渡辺理事長より競技結果のご報告をお願いいたします。国際アビリンピックの選手団を代表いたしまして競技結果についてご報告をさせていただきます。アビリンピックは障害者の職業技能を競う大会でございまして、毎年都道府県大会で全国大会を開催いたしまして、その結果選び抜かれた選手はですね、国際アビリンピックにおおむね4年に1度開催でございますが出場するということになっております。第10回国際アビリンピックにつきましては、去る3月の22日から25日までの4日間、フランス共和国メス市で27の国と地域329人の選手が参加をいたしまして盛大に開催をされたところでございます。日本からは17の種目30人の選手が参加をいたしまして、金メダル1、銀メダル4、それから銅メダル3ということで8個のメダルを獲得をいたしまして、大変大きな成果を上げたところでございます。本日は栄えある金メダリストでございます中川さん、総理にご紹介をしたいというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは岸田内閣総理大臣による表彰状の授与に移ります。はい、お名前をご紹介いたします。歯科技工中川直樹様。賞状、歯科技工種目中川直樹殿、あなたは第10回国際アビリンピック歯科技工種目において最も優秀な成績を収められましたので、これを称します。令和5年6月26日内閣総理大臣岸田文雄。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。ここで受賞されました選手から一言お願いいたします。中川選手、よろしくお願いいたします。本日はこのような名誉ある賞をいただき、大変嬉しいと思っております。心より感謝申し上げます。15年間苦労をして勝ち取ったこの金メダルは、私の力だけではなく応援をしてくださった皆様のおかげです。また日本選手団関係者の皆様と共にこの国際大会の舞台に立てたことは大変嬉しく誇りに思っています。金メダル以上に最高の仲間ができたと思っています。アビリンピックという大会はあまり広くは知られていない大会なんですけれども、これをきっかけに少しでもたくさんの方々に希望と勇気を持っていただきたいと思っております。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは総理から一言お願いいたします。はい、
あの先ほど、団長さんの方から第10回のこのアリンピック の, この成績につきまして、報告がありました。今回 の, この日本選手団の皆さん方 の, この素晴らしい、まあ、成績は、日頃から、培ってきたこの優れた技能を十二分に発揮されたことの、賜物であると、心からお喜びを申し上げます。そして今回見事金メダルを獲得されました中川さんは、金メダルの獲得、この15年越しの夢であったという話を聞いてきました。歯科技工士として世界一になることを目標として、日々技術を磨いてこられたと、まあ、伺っています。まあ、そうした姿勢はこの全国で技術者を目指し、仕事に励む障害者の方々にとって大きな目標でもあり、そして励みになると、心からお喜びを申し上げます。今回のメダル獲得を、一つのこの契機として、まあ、さらに中川さん自身も、技術の高みを目指して頑張っていただきたいというふうに思いますし、同時に後進の指導を含め、日本のこの技術向上に向けても、ご貢献いただくことを大いに期待したいと思っています。そして、最後に今回の日本選手団の皆様方を支えられたご家族の皆さん、そして所属企業あるいは大会関係者の皆様方に心から敬意を表し申し上げて、私の方からお喜びのご挨拶とさせていただきます。今回は誠におめでとうございます。ありがとうございました。それでは記念撮影に参ります。通称通称もう本日することができますでしょうか。ありがとうございます。通訳さんが今ですね、はい、場所に変えられますんで、いやツーショットです、こちらでということで、はい、お願いします。はい、ではこちらのカメラでお撮りします。はい、行きます。はい、3、2、1、もう一枚行きます。3、2、1、はい、もう一枚行きます。3、2、1、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではあの皆様お入りいただいて、はい、はい、お願いいたします。ね、また通訳の方お願いいたします。はい、はい、ではお取りいたします。はい、いきます。3、2、1、もう一枚取ります。はい、いきます。3、2、1、はい、いきます。3、2、1、ありがとうございます。ありがとうございました。もう少し寄ってもらってよいですか。どうしよう。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。